スポーツ。はい、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。今回は幽霊を捕まえるゲームゴーストウォッチャーズプレイしていきましょう。私が FB37 です。そして一般市民をウォッチャーする男キックマックスです。アルマットです。エウです。では早速プレイしていきましょう。はい、じゃあ早速やっていきましょう。オッケー。まあ、基本的にはファズモに似てるんですけども、まあ、まずやることがありまして、ゴーストの種類と年齢と気分を特定した挙句、ゴーストのその弱体化するための事項が出てくるんで、それをやるって感じですね。はい。まあ、だからまずは温度計、EMF、フットプリント、微粒子計、ウィジャーボード、ラジオ、ブードゥでいろいろ特定していこう。オッケー。よし、俺はラジオ持った。俺はウィジャーと、ブードゥと、微粒子持った。あと、俺 EMF と温度。オッケー。じゃあとりあえず、わかりやすいよ。突撃か。まあ、まずはでも幽霊が近くにないとな。そうだね。まあ、ね。ラジオで気分がわかるらしい。移動しちゃうのかね。移動するっぽい気がするけど。まあ、あの、ファズモと違って割と幽霊は移動してるんじゃん。うわ、暗い。微粒子レベルで存在する？あ、ちょっと電気つけよう。ここだ。なんだこれ。何？なんか呪いのアイテムみたいなと。あ、鏡？呪いのアイテム。鏡だね。鏡、それ、あの、見たら、どこにいるかってわかる？いるかってわかる？幽霊視点が見れるよ。へぇ。これどこだ？ちょっと何回かもわかんない。今ドア開けてる。ドア開けた。それ見続けてると幽霊に襲われるから。やっぱそういうことでしょ。ちょっと危ないな。あ！多分1階のリビングじゃないかな。お、マジ？電気ついたり、あと音したりする。あれ、温度は？持ってない。誰だよ、温度。温度俺。あ、でも下がんないな。今んとこラジオは反応なし。今何度？その探索する系のやつ何度？今温度25度。持ってない。微粒子レベルが反応し始めた。オッケー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 。ってことはここら辺にいるのか。あ、消えた。いや、消えたわ。移動した。どっか行った。あ、こっちだ。オッケー、これ、微粒子レベル。あ、温度下がってる、温度下がってる。何本今1度、マイナス5、マイナス10、マイナス13。お、500から1000。500から1000な。よし、微粒子系500から1000。温度がマイナス？マイナス13。で、微粒子が500から1000。この辺いるってことかな？ちょっとこの辺に、ビジャーボードを置きまーす。オッケー。一旦、ほい。わ、暗くてわかんない。あ、EMF 全開。EMF 全開。ああ。全開。ってことは？5かな？レッド？レッド 3？ レッド、レッド。レッド 3？ 誰かちょっとビジャーボード。あー、やられる。あー、連れてかれる。あー、連れてかれちゃった。お地下です。ビジャーボードは、あ、すぐ反応すんのかな？お地下にちょっと、ブードゥー人形置くか。くぐつ？あ、もうくぐつだ。来てるな。あとは年齢と気分を。ブードゥー、明かりがないからマジでわかんねえんだよな。あ、今マイナス9だった。移動したわ。あれ、ブードゥー人形どっか行った？はい、あるある。これどこだ？これね。あと今、あれ？わ、俺ら映ってる。あ、近い。カメラブレてる、今。あ、カメラブレるとね、近くにいるんだよね。今、ここら辺にいる、ここら辺にいる。ああ、今、マイナス14まで上がった。明かりの電源どっかねえのか、あった。温度計は割と分かりやすいな、じゃあ。近くにいるってことは分かるから。ああ、そうだね。あ、今下がってる。俺のとこ、リビング。いいじゃん、もっと分かりやすいとこかんダメだ。今ね、ここら辺。ラジオって、あれなのかな？温度上がった。反応ないんだよな、ラジオ。消えた。反応ないって場合もあるんじゃない？ない。泣いているうなり声とか、反応ない場合も多分あるんだ。あ、こっち。こっち。そっち。微粒子はいいとして、うん、こっち。電気消された。あー！連れてかれた！どこだ？めっちゃかわいそう。
2回。まだハントは始まってないけど、そろそろやばい気がする。あとはどうすりゃいいんだ？まあ、ウィザーボードと、ブードゥー人形と、ラジオ。テーブルの上のものが。あ、でもすぐ移動したっぽい。あとはもう直接姿が見えれば、でもくぐってたら確定してるからね。あとは気分とかなんだよな。あ、ブードゥー人形どっか行った。ウィザーボードちょっと俺今持ってる。ウィザーボード置いた後ね、右クリックとかじゃなかったかな。いや、勝手に動いてた気すんのよ、俺。ちょ、なんか、持ってくるか。いや、もう何もないよ。もうそう、ないの、ま、そう、割と特定するもんね、俺ら全部持ってるはず。ああ、そっか、うん。あ、マイナス、俺のとこ、俺のとこ、俺のとこ、ね、階段のあたり、1階の階段。OK。まだいる、まだいる。あ、あ、食らう！やばい、来た。これやばいね、始まるな。あ、よかったよかったよかった。あ、あ、なんか、お、なんかスカート履いてた気がする。死死これ姿的にもくぐつじゃなかったような。なんかスカート履いてる感じだったよね。いやー持ってかれてる。どこに？2階に持ってかれてる。うわぁ2階か。どこだこれ。うん。あ、いた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 。え、なんか、スカート履いてたね。スカート履いてるね。うん、え、じゃあ溺れた女？普通になんか女だった。そうね。髪の長い女。あ、やばい、これ来る。来る来る来る。うわ、危ねえ。あ、女だね、やっぱ。これやられそうになった時に何使えばいいんだ？それはね、ゴーストの種類を特定しないと、使えばいいものがわからないんだよね。そっかそっか。はぁ、あ。まあ何かしら当てずっぽで使ってみるのもあるけど。なんか溺れた女っぽかった。ああ、EMF センサーがレッド3じゃなかったんじゃない？あ、そうなのかな？5だったら溺れた女出てくる。ああ。ああ、じゃあそうかも。お前のミスじゃん、じゃあ。俺だ。ちっかー！これ溺れた女だわ。まあ、ってことは特定できたから。うん。そうね。まあ、いやでも、あとは、結局、性格じゃない、気分と年齢。気分と年齢。いや、全然ね、だからね、ラジオも反応しないんだよな。ウィザ版もなんか反応してなかった気がする。うん。あとは、死んでもドア開けたり、うん。まあ、幽霊の場所とか見えんのかな。いや、さすがに無理か。ブードゥー人形どうだった？ああ、見える見える、今2階にいる。話しかけるしかない。ああ。今ね、1階に降りてた。ここら辺にいるよ。ここら辺っていうか、で、入り口近くに。うわー、やばいやばいやばい。ああ、これやばい、スローになってる。来るぞ。あー、危ねー。オッケーオッケーオッケー、ナイス、ナイス、回。話せますか？今ね、1階にいる。一回いたいたいた今、うん。割と、もう姿現すようになってきた。話せますか？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 あ、もういる。あ、あ、移動した。ん？あ、今の。あ、いる。うなってる？これ、うなってる？これか？泣いてんのかうなってんのか？ギャー！あ！わー！あー！キー君連れてかれた。え、これラジオなのか？今のラジオだったんじゃない？ラジオじゃないかな。今のどっちや？うなりなのか泣いたのか。今どっち、泣いてる感じだったかな？泣いてるよーなー。あれ？うわ、泣いてんのかな今の。やばい、懐中電灯ない。2階見えない。どっちかわかんねえ。あ、こんにちは。やられた。今2階の奥の部屋にいる。ま、ああ。ウィザーボードどこ行ってんの？ウィザーボードも誰か死んだ時に。俺の死体に。あ、今、わあ、ま、目の前にいる。いる、今目の前だ。今いたいたいた。あ、もしかして生きてんの俺だけ？そうだね。あれ？塩ぶっかけたのに守ってくれなかった。
だから、攻撃じゃない。あ、守る。いや、あと、効くタイプと効かないタイプがあるから、だからそのために特定が必要。選んだはずだけどな。塩はね、ああ、一応効く感じではある。効くはずなんだよね。うん。あの、タイミングじゃない？やっぱやられそうになった時にちゃんとかけなきゃいけないとか。使い方は。ちょっとわかんなかったなぁ。持ってるだけじゃダメでしょ。当たってなかったってこと？じゃない？イジャーボードはどこに？わぁ、あ、来る、これ。これはまずいもん。ダメだ。わぁ、いや、だ、あ、いや、だ、わぁ、ドアに挟まってる。あれやべ、むずいぞこれ。悲惨な最後だ。いやこれやっぱ、あ、終了。うわ、いやこれ速攻でやっぱ特定しないとダメだね、まず。そうだね。ああ、ミスるとやばいね。ミスるとやばいわ、終わりだ。今鳴ってるとこ一緒にいるけど、20度。20度ね。どこ？19度。 19.2 から下がんない。どこ行った？一回階段。EMS、これ3だな。3だな。いいね、今3。微粒子、微粒子。EMF3 の、温度が今のところ ?19。19。最低で19。10から30か。今のところ、子供の可能性が高い、今のところ。あ、500から1000だ。500から1000。話せますか？話せますか？あ、足跡だ。お、お、な、どこ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 。プリント、入り口。ほんとだ、ハナセットプリント。話せますか？痕跡。話せますか？ほんとだ。これ、赤子っぽくない？赤子だ、これ。やっぱ子供、赤子じゃない？うん。あとは、ウィジャーボード、やっぱ、まあ、ここら辺に置いとくのが基地なのかな。もう、いっそ。話せますか？ EMF がなんぼ 3?3。話せますか？ 3。話せますか？だけど。赤。話せますか？話せますか？マックス3かな？ちょっと入り口に EMF を置いときます。話せますか？いいね。今回でもそんなに積極的じゃない。わー、連れてかれるー。あ、連れてかれた。話せますか？話せますか？話せますか？ウィジャーボード、ウィジャーボード。泣いてんのか、うなり声なのかも、確かな、あれがわからんから。そう、気分の特定が難しいね。あと、話せますか？あと、ウィジャーボードとやっぱり、あのね、ブードゥーはね、設置どころが難しい。もう適当に置いといて見てる方がいいのかな。話せますか？なんか持ってて接触したら動いてた気すんだけど、ボール。話せますか？あ、近い、ここ、入り口近いです。マジ？話せますか？話せますか？移動したわ。うっそ。話せますか？ EMS は常に表示させた方がいいレベルかもしれない。EMS？ EMS？ こいつ体鍛えようとしてる、今。このタイミングで。ああ。そうだね。幽霊の位置の特定が割と重要だね。あ、話せますか？階段の上、階段。階段の上。一回一回一回。話せますか？ここら辺？あー、ピコピコ言ってるよ。オッケーオッケー。話せますか？近い。どうだ？消えた。いやー、反応してくれ。反応。あ、揺れてる、揺れてる、揺れてる。ビデオカメラの中揺れてる。あ、話せますか？あ、いなくなっちゃった。これ、話せますか？人が近くにいない方がいいのか？わかんない。どこ行っちゃうのか。特徴的になんかあんの？百科事典。コース。話せますか？子供。そうだね、子供の。あ、ここ揺れてる。揺れてるっていうか、話せますか？これ何なんだ？いや、特に。あー、嘘！あー、びっくりした。話せますか？連れてかれた。もう外までお帰りいただかれた。ミラワンとか特に反応なしです。いた。話せますか？話せますか？絶対話せないだろ、そいつ。話せますか？話せますか？それか、ボイチャがオンになってない。話せますか？あれ、泣いてない今。これが、いたいた。ね、ああ、あのね。泣いてる泣いてる。姿は見た。もう完全に子供。もう間違いない。ああ、そうなんだ。ああ、今ね、奥の方にいたよ。
これが泣いてるでいいのかな。これ多分泣いてるじゃない。泣いてるってことは？不安。不安？あとは年齢わかんないんでしょ。そう、年齢だけ確定できれば。ああ、やばい。外出よう。あ、外出よう。あ、外出よう。そうです。危ねえ。危ねえ。助かった。いや、ウィジャ版何も反応しないんだけど。いや、ウィジャ版反応なしだね。幽霊の姿どんなだった？ね、ガスマスクつけた子供だった。ああ、やっぱ子供は子供なんだ。子供は子供だね。ガスコド？ガスコド。いやー、古代か老人か。その、見た目でもわかるのかな？年齢って。いや、見た目は種類だけでしょ。見た目は種類だけだよな。あ、向かってきた。子供、子供だ。あ、子供だ。子供いる。めっちゃいる。いや、ウィジャバ反応しないよ。うわぁ調子こいたらやられた。みんなウィジャ反応してる、反応してる、ウィジャ。やっと反応した。やられる。これどうなの、ね、一旦引ける引ける。危ねえ。いや、ウィジャ反応してんだ。あのね、左右に動いてる。うん、確定した。子供の老人で不安。で、この場合ってまず金の爆弾をぶつける。じゃあ俺金の爆弾持ってるから。呪いのおもちゃ見つけてねえぞ。呪いのおもちゃね、あったよ。どこだったっけ？あれ？2階にあったと思う。俺今持ってきたかも。これ何？何？このソロバンみたいな？いや、多分あれじゃない？これ？これだわ。これだ、うん。偶然持ってきた。これを移動する。じゃあ、ここに置いとけばいいってこと？かな？移動で良ければ。まず、順番通りやんないといけないから。わかった。まず、金の爆弾ぶつけるか。そうな。これ、どういうタイミングで使えばいいんだ？もう目の前に来たタイミングじゃない？もう、入ったらもういるんだけど、すでに。もう、やばいぞ。来るぞ。あー、連れてかれた。また暗いから。場所はわかんなくなっちゃうよ。暗いんだよ、俺。2階のどこら辺だ？あ、今、ここにいた、ここにいた！戻ってこれた。これぶつけられんのかな？今、あ、いるいるいる、さっきの場所、いる。オッケーオッケー。今ね、2階の階段の上ぐらいにいたけど、もう移動してると思う。オッケー。ここら辺で待ってた方がいいのかな？死んでる。ね。そうだね。なんかちょっとモヤみたいなのが俺、あーいる、ここにいる、金の爆弾、金の爆弾、やったやった、当たった、当たった。呪いのこれを移動ってどうすればいいんだろう。まあもうどっかに置いちゃう。あ、オッケー。照明を5つつける。1個。2個。え？あと、あれこれつけられねえ。3個。やべえ。あ、やばい。今ね、1階の奥の方にいる。4、あと1個、うん、うわ、すごい、ぶら下がってる。あ、これはつけた、あれ、あ、俺もオンにできるんだ。俺もオンにしてくる。つけた、つけた。あ、塩、塩、やばい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 、塩持ってない。塩。ナイス回。ここここで、これか、これかな。塩は、あれじゃない、この。あー、違う。だから、やっぱ、どっちかわかんないんだ。え、そうなの？だって。え？あ、これ、塩、3種類、いけんじゃん。違う。だから、不安か冷静か、うん、違うもん、だって。いや、不安。今、不安だよ。不安は確定してる。ラジオで泣いてる。うん。いや、次、塩で大丈夫。あれ？ブードゥ反応なしでいいの？ブードゥは、反応あったよ。反応なしでいい。え、反応あった？反応なし。いや、ないとこった。なし。あ、なしか。なし。じゃあ、やっぱ、不安なのかな？うん、不安で合ってると思う。てか、その感じで行かなきゃ、もう、やばいでしょ。ここ。どこだ、あいつ。よし。鏡見ればいいか。あとはもう、キャッチングしちゃえばもう終わりだぞ、次。塩浴びせて。そうだね。うん。え、じゃあこれ持ってけばいいの？もう持ってっちゃって夢にいいんじゃない？うん。これどうすればいいんだ？俺がお香を使って防げばいいのか。そうだね。やられそうになったら
あ、来てるよ、来てる。あれ使え、どこだ場所はわからん、俺。おー、あれ使えなかった。あ、使えなかったんですけど。やられた。下にいる。また来るぞ、一回出ろ、一回出ろ、一回出ろ。ナイス。え、普通に今こう持ってたんだけどな。使わなきゃダメなんじゃないの？いや、俺クリック押したけど、ダメだった。だからもう、あれなんじゃない？タイミングなんじゃない？どこだ、それ。え、どこそれ？え、どこ今の？あ、もうね、割ともう一回、うん、あーと、いや、いないな。あ、一階の階段近くにいた。二階登ってた。姿を認識できないから、どこに投げていいか分かんないんだよね。そうだね。そうだね。もう、でも、とりあえず、見つけたら、うん、見つけたらっていうか、気配をしたらもう、やっちゃってもいいかもね。でも、なくなっちゃうのかな？なくなるでしょ。ミスれないってことか。そうだね。これどこだ？ 2 階？今。1階。探索してるが。降りてきたか？もしかして。来てる来てる来てる。ああ、んー、マジこの入り口。このあ、出たり入ったりして、いた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 、あのね、お前らの目の前にいた。え？でももうどうなったかわかんない。ああ、うん。言われても姿は見えないからわかんない。見えなかったなぁ。あ、お前の、アルバン、ここ、アルバン、いた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 、アルバン、階段の横、あ、そんなこと言われても。あ、いた、ここ、あ、投げろ、あ、投げたけど。今当たってないな。当たってないんじゃない、うわぁ、マジか、つら。この場合どうすんだ。いや、まだ塩は確か3種類ぐらいあるから、どの塩でもいいんじゃないかな。え、そうなの？ああ、塩なんか。3種類効く。どれでも全部。何の塩って書いてんの？聖なる塩。塩としか書いてない。塩これ買うしかないかな。そうね。お金なんかやって、聖なる塩とか火の塩とか出てきたら、そういうことになるから。ああ、そうだね。とりあえず塩買ったけど。あ、今2階。はいはい。だけど、いいや。ああ。ウィジャーボードが、あ、2階のバスルーム、バスルーム行ってみよう。そう。いい。ああ、そっか、俺が間違ってたかもしれない。暗くて見えない。ダメだ。戻った方がいい、戻った方がいい。あ？うん。いや、当たんねえからなぁ。そんなにシビアなのかな。いや、シビアだね。あ、いた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 、当たった当たった当たった、だけど、それ、投げてみ、それ。はい。は？え？え？あ？いや、けど、たぶんなんかやったら。なんか、でも、塩、うまくいってたら、多分、クエストクリアの表示出るんだよね。出てたよね。やっぱこれ、違うんだわ。泣いてるだったのか、うなり声だったのかわかんねえんだよな、あのラジオ。攻撃的だった可能性があるってこと？確かに攻撃的だったら火の塩になる。いや、それでやった方がいいじゃん。もう。次は赤子。次、火の塩でいけ。ああ。俺だって今絶対当たってたもん。ああ。じゃあ、アロマ、火の塩でやれ。全部当ててみるしかねえ。多分ね、そんなにエイムを求められるゲームじゃないはずだから。ああ。ま、ちなみに、最悪、ブードゥの、まあ、反応がなかったから今反応なしにしてるけど、うん、ブードゥがただ単純にやっぱり反応が悪くて、何もなかったパターンなら、聖なる塩もあり得る。が、どっちか任せる。もういっそだから攻撃されて、キリスト像を使ったと同時に、塩投げれば。塩。もうそのぐらいの覚悟というか、距離感じゃないとダメだよ。お、出てこい。だから、玄関にいると出にくいのかもね。うわ、それはあるとは思う。うん。あ、2階で走って。あ、まだ2階にいる。元気に走り回っとるわ。うん。子供は風の子ってか？ああ。そういうこと。あれ、扉閉められた。
まだ今2階。あ、1階の扉開いた。やつは遠隔能力もあるのか。ちなみに今扉開けたの俺ね。お前かー紛らわしいことすな階段のちょい左の空間にぶら下がってることを。ああえやられた。あなーにーえぇ、ー、わぁ、いるわ。ガードできなかった。強い。強いこのな。ガスコード強え。なんでガードできなかったんだ？ガキに勝てねえ。ガスガキ強え。マジかよ。EMS がちょっと反応。お前 EMS？ EMS？ 何か EMS 言うんだこいつ。こいつ何が何でも筋肉鍛えたいんだな。これ外したら終わりで金なくなって塩とか買えなくなったらクリア不可能ってことでしょ。ああ。そうなの。普通に考えてそうなっちゃうな。辛いよな。投げた塩残るとかないのかな、そこに。いや、さっきなくなった。当たり判定がずっと残るとかさ。いや、さっきなくなってさ、気すんな。いや、どうなんでしょうね。これ割とさ、なんかたまに異音になるじゃん。その方向にいるってことなのかな、やっぱ。かもしれん。基本。まあ、多分、そうじゃんけど。今、若干反応あった。了解です。あ、3、EMF3。話せますか？ EMF3。あ、やっぱ地下だね。地下にいる感じ。話せますか？あ、なんか温度は高め。足跡発見で赤子ですね、これ。あ、また赤子。話せますか？赤子。赤子？いや、今回も子供かな。フットプリント、赤子。これ鳴き声でいいのかな？それだと思うよ。え、これさ、うなってんのか泣いてんのかわかんねえんだよな。な、泣いてるとだって、こう、うなり声で、割と違う結果だから、両極端の結果だから、これ、な。なんとかしてほしい。ああ。これはうなりだろ。EMS をこう。EMS？ EMS。何回言うの？割ともうどうでもいいと思ってるから間違う。なんだっけ。呪われた鏡を車に持ってきてくださいっていうのがあるよ。あ、持ってかれる。あ、いやー、相変わらずウィジャーボードと追いかける。外にぶち込まれた。外ね。外にぶち込まれる。取った。いや、マジウィジャーボードと。呪いの人形。ああ、いた、今。どこにいた？どんな。台所。台所。リビングか、これ。ああ、はい。台所。でも置いとけばいいじゃん、だから。いや、置いてんだけど、マジでさっきから何の反応もない。そのうち反応するだろう。もう待ってるわ、ずっと。わ、いた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 。ああ、赤子だったね、また。また同じだ、こいつ。絶対リベンジしてるよ、こいつ。温度は10から30かなぁ。うん。まあ、それ。それじゃないと、むしろ赤子になんないか、多分。それが正解だと思う。うん。割と、じゃあ、この。で、EMF は結局何ぼ ?3?3。3より上がんない。あ、いた！特定自体はめっちゃ楽なんだよ。あ、鏡だ。鏡これ車の中に持ってったら50ドルもらえる。お、いいね。それはでかい。いいね。50ドルはでかい。あ、やば。これやるかも。今すっげえ油断してた。ごめんね。あと、ろうそくを全部つけたら、50ドルもらえる。へぇ。今2本ついてる。うん、つけたんだけど。ライター持ってる人、頑張って。何本あるか知らんからな。あれ、ライター消えたんだけど。どっかに投げちゃうな。ライターなくなると割とエグいよ。確かに。買うしかなくなる。わー連れてかれりゅー今、あのね、ブードゥー人形動いた。上に、上げる。冷静だと思う、多分。冷静。
ラジオは、うなり声でいいの結局。え、ライトはねえんだ。うなりでいいんじゃない？いや、でもラジオうなりだと、あれだね。あれになるわ。矛盾が生じる。やばい、危ない危ない危ない。うわー持ってかれた。死にました。ああ、死んだ。入り口で死んだ。入り口でも死んだ。それはだって、中に入ってるもん。それ死ぬでしょ。受けるんですけど。もうテリトリーに入ってんの、その前は。お前らと今でも、マジ、20センチぐらいしか。いやいやいや、じゃあ俺らは外です。外だもん、だって俺ら。そんな？幽霊の。じゃあ泣いているにするか。今俺が聞いた限りは泣いている感じだったね。泣いてるよー。ヤビジャもなぁ、ほんとにさ、割と重要なのに反応しねえんだよ、なかなか。手柄こういうとこ。これでも、あれだね。どっちにしろ金の爆弾最初絶対やるから。ああ、もうやっちゃってもいいかも。確かに。なるほどな。うん、どっちもね、やること変わんないんだよね。ああ、塩だけだもんね、最後。あ、違う。年齢だと何か、何かある。あ、お香か塩の違い。ああ、なるほどね。どっちも持ってきゃいいんじゃない？一人ずつ。あ、ごめん。今、絞れてんの、で、子供と、冷静？冷静。で、老人か古代だもんね。うん。金の爆弾は持ってる人は？俺今持ってる。じゃあもうそれぶつけてもらうしかないんだよ。うん。そうだね。これがぶつけんのが難しいんですよ。あ、いたいた、右。うん？あー。外した。いや、あと、ま、投げてない。スローモーションになるまでは、さらば。え、どうした？死んだ。死んだわ。マジか。あ、今玄関にいた。ふい。何それ？外した。うわぁ。え？マジかよ。今、直後に投げたで。いや、遅かったね。襲われるモーション入ったら、攻撃系アイテムじゃなくて、多分守る系アイテムに変更されるんじゃないかな。金の爆弾高くて買えませんもん。は？クリア不可じゃん、こんなん。そうだね。何これ。1から2って反応ないのと同じなの？それとも反応は少しからある？いや。いや、1はあるでしょ、それ1でしょ、今。あ、違うか。ごめん。そっか、左のやつはあれか。あ、なるほどね、わかったわかった。うん、いや、1から2で合ってた。これ、EM 反応しねえんだ、こいつ。おそらく。じゃあ、1人するか。うん。とりあえず1人しといていい。全く反応しない。さっき。フットブーム。あれも、ラジオ泣いてるでいいのか、じゃあ、あれ。まあ、なんか、さっきから泣き声みたいのが聞こえるよね。フットプリントが見つかんないっすね。まあ、あとはもう、ウィジャボードとブードゥのいつものコンビです。俺はずっと張り付いてる。いや、マジでそれ反応ないんだよ。いや、さっきよりちょっと、わかんないな。まあ、どうだろうね。これ、例えば、どっちにしろ火の塩をぶつければ、いい感じだけど、どうする？言っちゃう？とりあえず。まあ、隙があれば、うん。やっちゃっていいと思う。やる。俺自信ない。いや、一回ちょっと捕まってほしいんだよな。リビングにいる。本当に泣いてるのかしら。これでも、だって、例えば。はい、つけた、つけた、つけた。ナイス！やっぱ襲われた時に。あ、ブード人形上にあげたわ。オッケー。今上げたね。いや、襲われた時でいいわ、あれ。使うの。手がバーってなってる時に使うってこと？そうそうそう。なるほどね！それが分かればでかい。え、ブードゥ上げてった？上げた。じゃあ、冷静だ。あとは年齢が分かれば最高だけど。焼却の光。なんだそれ。なんだっけ、焼却の光。百科事典。バイバイ。うわぁ。あ、持ってかれた。焼却の光、あれだ。丸いやつだ。丸いやつだな。これ、わ置きゃいいだけだ。これ楽だ。俺のアイテム、
持ってかれた。ちょっと待って。裏。お、焼却の光。逃げてきた。今、あいつ来たと思ったら、人間だった。この入り口プレイが。入り口プレイ。どうぞ。え？え？いや、解除されなかったぞ。いや、違うんだ。あ、ね、じゃあ分かった。古代だわ、年齢多分。はぁ。古代なら違う結果になる。次、銀の爆弾だわ。そうだね、銀の爆弾だもんね。頼むよ、銀の爆弾。金の爆弾どれ？銀の爆弾はこの金の爆弾の右。それだと思う。頼むぜよ、ゴーストハンターよ。襲われるわ。弱。かっけえ、あいつ。いるよ、いるよ、いるよ。泣いてる感じ。あれ？あ、俺だけやられてる！あ。死にました。なんでキック中に入ってんの？うちアホだなぁ。逆に、なんで、あれ？これエオヨ？ああ、それエオヨだよ。で、今エオが襲われる手はずで、俺とアロマはちゃんと外に出てたのに、キックンは中に入ってるから、2V1 でやられた。キックンでかい懐中電灯もらおう。ああ、ダメだ。連れて帰れるのはダメなんじゃない？やっちまったな。やっちまった、これ。銀の爆弾買える？いくら？あ、多分買える。銀の爆弾は、80ドル。ああ、まあ大丈夫大丈夫。高いわ。高い？次の項目。建物のドアをすべて開けるだって。あ、それもやったよ。もうやったよ。それってさ、意味ないでしょ。順番だから。じゃないのか。あ、後ろ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 後あと捕まえるだけ？あ、違う、ブードゥー人形持ってくる、持ってきてる。ブードゥー目の前にあるでしょ、ドアの。うん、すぐそこにある。一回逃げろ、一回逃げろ。うわー。ナイス。持ってくるってどういうこと？車の中？あれ？ブードゥーどこ行った？あ、俺持ってった。あーブードゥー、どうなんだろうね、どうすればいいんだろう。持ってくるってどういう意味やね。いや、建物、車の中じゃないんじゃない？ああ、建物に持ってくってこと？じゃないかな。置けばいいの？じゃない？え？おーそうだこれで目の前で捕まえれるぞ、もう捕まえろ今上行きましたね。もうこれからゴーストずっと見れるようになってるから。やりたい放題ってこと？あ、何もう、モンスターボール投げつけろ。俺でも明かりないから頼む、明かりやるの。あ、おっと。オッケー。ないというか、照らせないから。オッケー。持ってる持ってる。2階逃げたのさっき。2階でしょ？今ね、2階にいますね。どこだ？いねえわ。こっちに探ってきます。あ、いた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 こっちこっち、もう、出てきた出てきた目の前目の前いや、ちょ、一回逃げろ。あ、いた。え、当たった当たった。あれ？え？よっしゃーやっとやっとクリアしたやっと捕まえたー。うわー。いやー、大変だったな。なるほどね。いや、でも当て方さえ分かれば。確かに。あー。なるほどね。なるほどな。これ分かってないと、ほんと、難しいね。でも一回クリアしちゃえばいけるな。ああ。死闘だった。死闘すぎる。いや、赤ちゃんがやばかった。赤ちゃんにビビりまくってたからな。ガキに勝てねえ。勝てねえ。俺ら赤ちゃんの相手ずっとさせられてたな。な。はい、というわけで、はい、ゴーストウォッチャープレイしてみました。はい。ね、これ大体見てる方はね、どういう感じか分かったと思うんで、クリアできると思います。そうだね。一度動画見れば絶対クリアできる。謎は解けた。
というわけで、今回はこんな感じで。全世界のみんな、バーイ。ゴースト手強すぎ。ガスがきつえ。